困難救助隊の初代隊長の黒田です。令和2年2020年の5月17日の日曜日です。昨日見た映画なんですけども、証券ですね、萩原健一さん、が追悼ってことでですね、その時にビデオいろいろ撮っといたものの一つで、約束ですね。これは1963年で、昭和38年ですかね。それは前回見た映画でした。1973年で私が5、6歳の頃じゃないですかね。ちょっと不正確だったら申し訳ありません。それで共演がですね、岸恵子ということで、萩原健一が22歳で、岸恵子が40歳の時だというですね、非常に年の離れた、女性の方が18歳年上だっていう共演だったんですね。岸恵子は役中では35歳ということで、証券の方は20代前半ということでですね、若干こう差を縮めている設定だったんですけども、どちらもですね、ちょっと秘密を抱えたですね、ミステリーな方ですからね、殺人事件に絡んだようなところで、電車の中で相席になるんですね、偶然。で、女性の方は模範囚ということで、墓参りとかいろいろちょっと手紙を友達じゃないですよね、なんつうのかな、一緒に囚人の一緒にこう入ってる人の旦那に手紙を渡していくとかですね、そういう目的のためにですね、こうなんていうか保護官ですか、その人と一緒にこう乗ってたというような、ミステリーサスペンス的な方向の話ですけどね。でもその、手紙を届けに行った男性にはすでに愛人のようなものがいたとかですね、非常に人間のひどい面を見せるドラマでもあったんでしょうけども、それでもその証券の方もですね、強盗事件を起こしたようなことで、それは言わなかったんですけども、それでも電車の中で一目惚れしちゃったんですよね。非常に積極的に、なんて慣れ慣れしい厚かましいんだっていう形で、その相席のこう岸恵子を演じる人と、その保護官ね、保護官はおばさんなんですけどね、おばあさんというか、この人もいろいろテレビ出てましたよね。亡くなられてしまった方ですけど、東さんか東さんか違うな、何だったかな、それですけど、いろいろそれでたったですね、その2日か3日の話なんですけど、本当に急に会って急に燃え上がって急に去るっていうの話なんですが、で結構最後にですね、結局出会う約束ある公演でしたんですけど、証券の方が結局三國連太郎を演じる刑事たちにですね、捕まってしまいまして、今度は逆に萩原健一演じる男の方が、留置場の方に入っちゃってて、約束の時間に来られるわけがないけれども、岸恵子は待ってたっていうところで終わるっていうことでですね、非常にこれが宮川博さんですか、太平の太と書いて博って言うんですね、宇宙戦艦ヤマトでしたっけ、ちょっと違うかもしれないですけど、あの人作曲家がですね、音楽担当ってことですけど、で同じようなメロディーのですね、音楽がいろんな脚色で流れてるんですけど、それが非常にマッチして、すごくこう心情を表してるなっていうような作りになってて、これは音楽効果も非常にあると思ったし、あと監督が清水さんって言ったら違うな、なんかちょっと不正確な情報で申し訳ないんですけども、ちょっと復習しないで、語り始めちゃったんで、スチールカメラマン出身ってことで、非常にその情景描写もですね、非常に電車の当時のですね、50年近く前の電車とかですね、風景とかですね、非常に
なんか情景も綺麗なものだったんですけども、まあ非常に心に傷を持つっていうか、まあ結局犯罪者とは一括りにされてしまいますが、まあ純愛ものは純愛ものなんでしょうけどね。ただまあツッコミを入れてしまうと、あの男の方が名前を言っていますので、あの女性の方がですね、まあ、あの探そうと思えば、調べて、まあ、当時50年近く前だとしてもおそらく調べれば、留置所に入ってたっていうのが分かるかもしれないし、その後の展開が分かんないんですけども、まあ、映画としてはそこで終わっているという約束って映画ですよね。まあでもそれだけね、あの一目惚れして、あの強引なほどに積極的になれるんだったら、まあ、パートナーとか恋人もいそうなもんですけどね。そこら辺がまあツッコミの一つかもしれないですけども、まあでもすごいですね、その年上女性の随分幅が広がっていても共演したんですけどね。で実生活でも萩原健一と岸恵子は不倫関係に一時期なったみたいですね。これはいけませんね。 いくらこの芸人だからタレントだから女優だから俳優だからいいってことはないですね、まあ、ここは本当に非常に残念だったということで、まあ、岸恵子 もう90歳近いんでしょうけどね、まあ、なんか美言トリートメントみたいなコマーシャル出てたのかもしれないですけど、で萩原健一の方はですね、まあもう離婚結婚3回か4回して、で捕まっあの薬剤で捕まったのも、薬で捕まったのも3、4回で、非常になんていうかもう、で死ぬ寸前のドラマでも、後輩俳優をいじめたか嫌がらせしたかみたいな、本当散々すごい天才肌のなんか横山やすし風のですね、昭和の人とでも言うのか何なのか、昭和だから許されるってもんじゃないですけど、まあそれでもまあ演技はさすがに天才と言われてるだけあるわけだったんですね。これ、まあ、テンプターズでしたっけ、元グループサンズ出身ですもんね、うん、まあだけど、まあ、私の自身はやっぱり太陽に吠えろのマカロニ刑事ですよね。これでやっぱり萩原健一はそれなんですよね。私はですね、だから傷だけの天使は最近日本映画専門チャンネルで録画したばっかりでまだ見てないんですけど、うん、まあ萩原健一ね、エメラルドの何でしたっけ、伝説でしたっけ、あれなんかいい曲だですよね。なんかそうでも、うん、でももうこの救助隊っていう意味では何を、まあ男女逆だったらですね、男性がすごく年上で女性が若ければって言ったら、私自身にもこうやって有利になる話だったんですけども、あと女性の方が年上の話っていうのは、まあロングバケーションありますよね、キムタクと山口智子、うん、これが女性が年上だっていう設定のドラマだったんでしょうけどね。まあそれを一つ見ましてですね、まあ休日の前日はっていうか、なかなかね、連休があったとしてその時の夜はなんか疲れちゃってですね、見ないでしまったりするんですけど、もう勤務させてもらえるところからこう帰ってきたら、もう私風呂が先なんで風呂を食事したらすぐこうテレビつけてビデオを見るとすると、まあなんとかそのうちこう熱中してきて見られるっていうことで、それでまあ翌日こうやって、だいたい昼間くらいに、感想を述べるという、まあ一日経ってますからね、睡眠して、だからちょっと思いつくこともあるかもしれないし、そんなパターンでやってるんですけど、いずれにしてもこの困難救助隊をですね、少し一人の人でも多くですね、一人でも多く認知してもらおうと思って、あの結婚したい人がどうして結婚できないのかと、これですよ、結婚できるようにする社会背景ですね。今新型コロナウイルスという想定外のもう今年はなってしまってまして、まあ、だいぶ日本も緩んできたんでね、やっぱり第2波第3波はちょっと出るっていうニュースが
出ちゃうかもしれませんけどね、1、2週間後にでも、うん、なりたくないですけどね、うん、ワクチン接種ね、インフルエンザみたいにワクチン接種でこうだいぶ予防できればっていう話ですが、それも時間がかかるみたいですけどね。まあでも、うん、マスクはね、まあ安倍晋というか安倍総理大臣の安倍のマスクはまだ届きませんけどね、茨城県の、茨城全体では分かんないですけどね、私のところでも。もうだって他のマスクが市場にだいぶ価格が下がって出ちゃってるって言うんですけどね、あれは失敗でしょうけどね。ただ野党とか公明党の話を聞いて一律10万円にしたのは良かったでしょうね。これ頑固に30万円を 10% の家庭 にしなかったのは良かったですね、あれはね。本当おかげで、このね、困難救助隊の確定申告を目指そうということでマイナンバーカードと IC カードリーダー買ってたので、でうちっていうよりなんか私が在住させてもらってる市ですね、まあ、生まれてからこの方ずっとここですけども、うん、まあ、ちょっと学生時代に出たり、あと最初の会社でちょっと出たりしましたけど、もう戻ってきて、早く戻ってきちゃったんですけど、早かったですね、オンラインの方は。まだ郵送の方はまだやってない、もうちょっとかかるみたいですけど、オンラインの方は結構スムーズで早く開始できて、でも私はもうまだ郵送の方々はまだこれから手続きだっていう、で6月頃になっちゃう、入るのはっていうのに、もう私のところはもうオンラインだと入っちゃってますので、やっぱりそこら辺リテラシーっていうかね、インターネット拡散も出ちゃうのかもしれないですけども、誰でもできるっていうあれじゃないですね。やっぱりちょっと頭のいい良すぎる人たちが作っちゃうと難しくなっちゃうんでしょうね、しちゃうんでしょうね、うん。まあ、あとそうですね、今日の新聞4日くらいちょっと貯めちゃったんでザザッと見てたんですけども、今日の新聞が茨城新聞結構面白い記事があって、鹿島でなんか引力発電とか言ってこうなんか水の水力発電をちっちゃくしたようなものなのかなんだか知らないですけども、まあ、なんか天気に左右されな い発電方法を2人の70代の方が鹿島市のですね、茨城県の、20年30年かけて開発して特許を目指しているような話が出てて、だから それが非常に実用化されたらすごいでしょうね。引力を発電、引力発電って言ってなんかこうそういう力を重力の関係でそれから出てこうタービン回すんでしょうね。まあいい加減ですけど、私の言ってることはちょっと私かちょっと科学あんまり得意じゃないですけどね、うん。あともう一つはですね、またこれ共同通信とかまあそれで茨城新聞は拾ったんでしょうけど、これはあんまり良くないっていうか、コロナ離婚ですよね。コロナ、新型コロナウイルスのせいで離婚が一緒にいたりしたらこういろいろ女性の人の方が多く、男性の方にこう夫の方にこう何ですかこう不満を持って離婚にまで行ってしまう雰囲気みたいなこと書いてあって、また離婚研究家の岡野敦子さんなんかが書いてますけども、これはちょっと逆に新聞とかマスメディアですね、一緒にこう暮らしてスポーツ選手なんかも言ってましたけど、こう日頃一緒にいらんないのは時間ができて子供と遊べたりいろいろちゃんと喋り合えたりしてよかったみたいな話もあるわけですよ。そっちの方がおそらく多いはずなんですよね。だからそこら辺のマスメディアの偏りですよね、逆の悪い方向にですね。それはちょっとがっかりしたニュースですけど、逆にそういう見直すっていうのは必要ですよね。会社社畜人間になっちゃって働き人間になっちゃってたところをちょっと考え直すっていう面では、もしかしたら絆が深まったご夫婦も多いのかもしれませんよね。ただ全体的にこの緩んじゃってますよね。おそらく大企業とかが東京にしてもこう大都市圏の企業はうまくゴールデンウィークに乗せて、まあ、海外旅行とか実家に帰ったりは しないでこう、その前からも始まってたんでしょうけど、こうテレワークなんかも始めてこう自粛はして家あんまりこう人と会わなくっていうような
ことはしてたんでしょうけど、ゴールデンウィークっていうところと重なったっていうのが日本のちょっとラッキーな位置づけだったんじゃないですかね、そこはね。だからそれの影響が出てて、こう今のところ下がってきてますけど、これが緩んできてますよね。逆にこの今日なんかだいぶ、いろいろ車も通ったりバイクも通ったり、まあ、本当に、すごいですね。特にこうバイクの人なんか多いですよね。今聞こえるかもしれないですけどね、これ録音に入ってるかもしれないですけど、まあ今日まではすごく天気もいいということでですね、まあちょっと、まあ、晴天が続いてますけどね、明日あたりからちょっと下り坂なんですか、ちょっと雨が多くなるとかいう話ですけど、でもやっぱ緩んじゃってるそうですからね、まあ緩んでるので、またちょっと行政なんかはちょっと緩みは禁物だみたいなこと言ってくれてますけど、本当にちょっと1、2週間後は怖いですね、今この状況というのは日本はね、まあいろんなね、でも自粛警察とかいう言葉使って、で多分ね、過激なことを抑えるために言いたい人っていうのは逆に怖いと思うんですね。そんなに自粛警察っつったって張り紙貼った心配だから貼ったくらいの勢いの人もいるのに、それをなんかひどかったですよ、これやらせだと思うんですけど、 SNS なんかではこう張り紙のとこにこう車のタイヤナイフ突き出したような、そんなことをする人あっても一人や二人でしょうか、ない、それやらせっぽいですね。自粛警察なんて言葉を作ること自体がおかしいですね。このただでさえ緩んじゃうのに、逆にその自粛警察なんていう人が自殺者を増やすなんて言ってるような人たちが、もっとコロナの第2波第3波増やしちゃいますね。それでこう遅れさせて逆に自殺者を増やしちゃったりとかですね、そもそも自殺する必要ないですよね。まあ自民党はだから30万円を 10% の中流層がガクンと来た人だけにあげるっていうのよりは、よっぽどこの一律10万の方が、それでちょっと息継ぎましたよね。本当に最初考えたことっていうのは、本当に国民全部のこと考えないでマスク2枚配ればいいやっていうような考えじゃダメだったでしょうね。だから一律10万円の、ね、給付っていうのは、まあ、野党と公明党がまあこう、アドバイスしたからやる気になったんでしょうけど、これは非常に国民はそれだけは本当に、まあゴールデンウィークと重なったっていう項目もあって、そこで自粛を強めたっていうのも あったかもしれないですけど、でもそれ以外は決して褒められたわけじゃないですからね。これだって分かんないですよ、なんか他の国もそうですけど、まあ高齢者の死亡者なんかはコロナが原因でも結局検査しないで、まあ、病院レベル医者レベルになっちゃうでしょうけど、他の病気でね、老衰とかなんか他の持病で、死亡したように見せちゃったり、そもそも日本という国はそんなに検査しませんからね、絶対数が。だから検査数も少ないのは当たり前だし、だからね、例年の死亡者数とどう違うかっていうのが本当の、今年の終わりにできる統計あたりで、まあ、今年の終わりじゃなくてももう大体秋口にははっきりするでしょうけど、逆にアメリカなんていうのは自由すぎて正直すぎて、では医療崩壊起きちゃってっていうのもあるんでしょうけどね、遺伝的な体質的な面もあるのかどうか分かんないですけどね、まあ、でもなあ、ニューヨークとかね、もう世界一とか言われるようなところとかヨーロッパとかね、本当憧れの土地ですよね。そういう都市の方が、感染者数死亡者数も多く出ちゃってるのが本当に不思議な都市型ウイルスなんでしょうけどね。でもまだ本当に緩んじゃってるでしょうから、本当怖いですよ。本当にもう、私はでも本当東日本大震災後くらいからかなり、まあ、離婚もあってですね、自分のちょっといろいろ心身ともに疲れちゃった面もあって、まあ、30代くらいまでは本当20代にしても休みの日なんかね、まあ、ジム行ったり
スーパー銭湯行ったりっていう、スーパー銭湯はつい最近まで、まあ、行ってましたけど、うん、でもやっぱりインドア派になりましたんでね、まあ、この困難救助隊をやっぱりこうやって撮影するのもやっぱり中のがやりやすいし、まあ、最初はこう大洗とか行ってこうあのロケやったりもしましたけど、でもまあ内容ですからね結局、うん、まあ、そういうでもない面もあるかもしれないですけどね、いい景色のところだったら、景色が綺麗だからっていうことで困難救助隊って認知される面も あるかもしれないですけど、でもまあいずれにしてもインドア派になっちゃいましたね、とうとう50過ぎて完全なインドアタイプになっちゃったしね、まあ用事があるときは出なきゃいけないのはもちろんですけども、うん、でもね戦後日本がねやっぱりインターネットで今テレワークとかでも変わってきてますけど、 5G とかね変わってくるんでしょうけど、うん、観光業とかね農業衰退して、集団的な企業社会になっていろいろそういう余剰的な商品がねいろいろ競争のためにねそれですごく見栄え良くなったりいろんな多様な商品が出まして本当に快楽的に楽しみは増えましたけど、ただこういうパンデミックなんか想定外なことが起こると逆に脆いんだなっていうのが分かりましたよね。あと観光業にしてもそういう、ね、また通常に戻ったらまた V 字回復してそっちの人たちの有利なんでしょうけども、そういうねこうこけたら社会が、ガクッと落ちてしまうっていうような仕組みにしてしまった、そういう使い捨て資本主義にしてしまったようなね観光資本主義にしてしまったっていうところがですね、まあちょっともっと考えてる人は考えてますよおそらく。だって食べ物屋さんだってね、困っちゃうだけの人もいればテイクアウトにねお弁当とかにしたりいろいろ工夫してねネット使ったりする人もいるから、やっぱそこら辺がねやっぱり違ってきちゃいますね、だからもっとこの逆に言えばコロナウイルス新型がこうパンデミックになる前にも苦しがってた人はいるわけで、まあ、レナウンとかもねもう本当にすごい有名な伝統的企業ですけども、もともとインターネットあたりが普及しちゃってたら、もともとその基盤が弱くなっちゃってたっていうことで、うん、まあこれは病気にも言えますけどね、まあちょっと免疫が足らなくなってきてしまって感染しやすくなっちゃうとか、だから基礎体力が弱ってたっていうところも原因で、その決め手が弱ってたところに決め手が新型コロナウイルスだっていうことが多いんでしょうけど、もともとでもホームレスになってしまったり、あのインターネットカフェで若くてもね20代30代でもこう転々としているしかなかった人もいるわけですから、これがやっぱり多くの人がなんか今まで羽振りの良かった人が急激にガクンときて、その人たちの苦しみもちょっと感じたかもしれませんので、なんとか今度はもっとその格差とも言われますけど、そうじゃない社会にですね、企業選手も奥さんと一緒にいることで仲良くかあの働き方を考え直すというようなですね、トップ層ももちろんトップ層がそういう本当のまあ人を切るんじゃなくて構造を改革する意味のリストラクチャリングを考えてほしいですよね。東日本大震災の時もだいぶそういう面があったのかもしれないですけどね、特に東北なんかはそういうちょっと考え方考え変えようっていう生活の仕方変えようというのがあったのかもしれないですけどね、だからそういうのの一つとしてこの結婚難時代になっちゃってますけど、女性なんかもねなんか本当に飲食とか旅行とかも悪いことじゃないんでしょうけど、外貨をこう、あと世界平和でいいんでしょうけど、それが好きだだけではなくてですね、なんかもっと、気持ちをね考える人間になれば、こういう結婚難時代ってもしかしたらなんなかったかもしれないですね。男女雇用機会均等法っていうことでよく言われたことが逆に足を引っ張っちゃって、こう結婚で幸せになった人もいっぱいいるのに、男女もいっぱいいるのに
それがよりも仕事に行ってしまったとかね、自分の、男性に勝とうっていう給料の方に行ってしまったとかね、それで男性も女性もこう一人になってしまったっていう個人主義時代になってしまったというような、こともあるんじゃないですかね。だから毎日新聞なんかもコロナ離婚という方向に書いちゃって、本当だったらコロナでこう一緒にこう家族で、考え直してみたっていう家族もいっぱいあるのに、そっちの方の報道にならないっていうのは本当にやっぱりちょっと残念な気がしますけどね。これからそういった話も出てくるのかもしれないですけどね。そりゃがっかりでしょうけどね。甲子園だってこれ当事者は本当大変ですけど、それをやっぱり乗り越えてですね、新しい生き方、それだけじゃないんだっていう生き方、もともとね佐々木朗希選手も1年ちょっと早かったからこうなりましたけど、あの人だって東日本大震災でお父さん亡くしてるっていうようなね、苦労してる方ですからね、だからでも東日本大震災の頃も結婚が増えたっていう話だったし、この新型コロナウイルスでやっぱり自分とか企業にお金に頼りすぎる危険性っていうのもなんか思い出して、本当実際に結婚な時代なんですから、それを結婚ができる、結婚したい人はですよね、結婚したい人は結婚ができるという、まあいろいろ立場とかね、金の切れ目は縁の切れ目とか、と男性にとっては女性の容姿とかルックスとかね、実際にそういう面でこうちょっとなかなか複雑な面もあるんですよ。男性は本当に私もよく言ってますけど、50代60代になっても女性よりは生殖年齢が高いから子供ができるんですよね。だからそういうのも含めて、だから年の差婚にしても、まあ経済格差婚、都市田舎の問題にしてもね、お金の問題にしても、もっともっと考えるべき面はあると思うので、まあそんな感じで、どんな時代でも結婚難問題、結婚したい人は結婚できるようにしようっていうこのコンセプトの問題は、ありますのでね、だからこういう感じで続けなければいけないと思ってます。